だから妨害しないでください。わかりましたか？So I think Argentina is also a country where we should show the film, and I have contacts to the TV stations in Argentina because政府のいわゆる原子力の平和利用、これを黙認してきたわけでしょ。被爆者としてこれまでね、そういう容認をしてきたことをね、本当に私は申し訳なく思ってるんですよね。私たちにとって一番いい道だと思うから強引に進めるでしょ。地震も放射線のいわゆる内部被曝についてはそういうものはないっていうふうに教育を受けて、3つとも炉心は溶けてしまったと言われています。去年の3月11日も本当に大きな地震が起きたためにこういう事故になってしまって。